束縛、または、バインディングは一般に、参照の集合である。コンピュータ関連で、束縛という語が使われるものはいくつかあり、それぞれ具体的な内容は異なるので、以下いくつかの例を示す。言語束縛、または、言語バインディングとは、ライブラリーや OS サービスの API が特定のプログラミング、言語向けに提供されていることを指す。多くのライブラリーは、C 言語や、 C などのシステムプログラミング言語で書かれている。そのようなライブラリーを Java のような高級言語で使うには、そのライブラリーの Java バインディングなどが作成されなければならない。ライブラリーの言語束縛を各種用意するのはソフトウェアの採用のためであり、ライブラリーそのものを複数の言語で作成するよりも効率的である。また、 システム言語と同じ機能を高級言語で記述できない、ためという場合もある。名前束縛あるいは名前結合とは、値を識別子に対応づけることを意味する。値に束縛された識別子を、その値への参照と呼ぶ。コンピュータ自体には識別子という概念は存在しない、ため、機械語レベルでの束縛は存在しない。つまり、名前束縛は、 プログラミング言語による抽象化の一種である。束縛とスコープには密接な関連があり、スコープによって束縛がどの時点で発生するかが決定される。識別子の束縛のために、その識別子がプログラム内に出現する箇所を定義と呼ぶ。それ以外の箇所で、その識別子が出現する場合、その識別子は束縛済みであり、 値への参照とととしてて使用されていると見るる見ことができる性的スコープにおいては、名前束縛は、プログラム実行前に行われる。これを性的束縛もしくは早期束縛と呼ぶ。動的スコープにおいては、名前束縛は、プログラム実行中に行われる。これを動的束縛もしくは遅延束縛と呼ぶ。性的束縛の例として、C 言語での関数コールがある。 C 言語では、識別子によって参照される関数を実行時に変更することはできない。動的束縛の例としては、C の仮想関数呼び出しがある。ポリモーフィズムの方式によっては、実行する前にオブジェクトを決定することはできないため、実行すべき関数は動的に束縛される。例として、次のような Java コードを挙げる。パブリックボイド風。リスト、アド。 ここでのリストは、リンカドリストへの参照かもしれないし、レイリストへの参照かもしれない。また、リストの何らかの派生型かもしれない。アドによって参照されるメソッドは、実行時まで確定できない。C 言語などでは、実際の関数が実行前に確定できる。コンパイルされたプログラムは、メモリ上でリロケータブルであることが多い。したがって、メモリ参照は、 基本的に動的束縛である。核変数や関数への参照は何らかのベースアドレスからのオフセットで示され、実行時までそのアドレスは確定できない。これは細かい区別であるが、プログラミング言語レベルでの束縛とマシンレベルのそれとは異なる。再束縛とミューテーションとは異なる。再束縛とは参照している識別子を変化させることであり、 ミューテーションとは、参照されている値を変化させることである。次のような Java コードを見てみよう。リンカドリスト、ストリングリスト、リストイコールニューリンカドリスト、ストリング、リスト、アド、リストイコールヌル。識別しリストは当初何も参照していない。そして、あるオブジェクトに最速爆される。次に、このリストから参照されている連結リストに対する、 ミューテーションとして文字列が追加される。最後にリストはヌルに最速バックされる。コマンドバインディングまたはキーバインディングとは一般にアプリケーションソフトウェアで上級者向けに提供されるキーボードマクロや機能とキーの関連付けを指す。多くの場合、バインディングは変更や追加が可能だが削除はできない。コマンドバインディングの例として Mac OS の多くのアプリケーションでは、セーブ動作にショートカットキーコマンド S が関連付けられており、GUI によるメニュー操作なしでセーブ機能が使えるようになっている。EMAX では、セーブバファースキル EMAX コマンドが、CTRLX CTRLC という一元のキーーカに対応しており、セーブして終了するというよく使う機能に対して毎回セーブバファースキル。 マイクロソフトエクセルのようなアプリケーションでは一連の操作をマクロとして生成でき、それを起動する簡単なコマンドとバインディング可能である。コンピュータゲームにも同様のバインディングは存在する。例えば、打つという動作を任意のキーに関連付けるのもバインディングである。反射神経が必要なゲームではコントローラーの 各ボタンへの機能割り当てをユーザーがカスタマイズできることが多い。ありがとうございます。